トリマンデーホーチー。ありがとうございます。おはようございます。加藤さんはね、今日はお仕事で。はい。まあ、あのね、練習、練習、練習って来た時に加藤さんがいると、わーわーって行くけど、今日はちょっと深掘りする感じで行きたいので、何しろ、ちょっとね、このね、見出しが4人合格と取ってましたそのメンバーがね、なかなかちょっとこう、近未来を見るには、 暗くなっちゃうからちょっと水井 D 大好き、うん、秋広選手も落ちちゃったとまあまあまあ本当だねまあここらへんとりあえず行きましょうということで J さんはい、はい、とりあえずねまあ嫌な記憶ですけど皆さん振り返る振り返る際はあ,あんまり振り返らないあまり振り返らない広島に松田で3連敗しましたね、はい、もうほんま鬼門です今季 4敗、2分け。で、えー、昨年は3勝9敗なんですよ。うん、で僕がジャイアンツキャップだった時161718もまあ勝った記憶がないんですよ。はい、えー。特にね、えー、そこに書いてありますが18年2勝9敗1分けどこ,なんどこかをきっかけにねすごいね負け出したんだけどなんかね沢村投手がいた時の。 9回からなんかね、サヨナラかなんか食らった後からおかしくなってた。別に沢村投手がどうゴンじゃなくて、うん、うん。そこからちょっとハグラムがね、狂い出してきたんですよ。ジャイアンツのでの松田。うん、うん。あのね、独特な雰囲気。見てる方としてはすごく楽しいんですよ。でもう全面が真っ赤で。いい球場ですよね。うん。コンコースずっと一周ぐるっと歩けたりそ。そう。匂いもなんか炭火の匂いがプンプンって、<laughs> ライトのファウルのところではあの、バーベキューをできるところがあって、はい、煙がもうもんもんも,んもって、<laughs> 火事じゃないかっていうぐらいのあるんですけど、まあまあそんなこと言ってらんないです。えー、安倍監督、まあ後ほど言いますけど、東京ドームで勝てばいいんだよっ、つって、まあ楽観的と取れるのかなんというかわかりませんが、まず、降格者、見ていきましょう。はい。うん。高橋礼投手、19日、先発しまして、うん まあ、初回に打線が3点取ったんですよね。うん、なんですがその裏直後の先頭の、えー、秋山選手にストレートのフォアボール、はいまあ、後々阿部監督はあれが全てと、うん、でその回、えー、1イニング33球3安打1四球でホームラン打たれ、えー、4失点でその回で交代、うん、なんですが、まあ、いろいろとね 調べてると卓、まあ、球団のスコアラーとかいろいろ話を聞いてるとやっぱりねキーを握るのは対高橋麗投手に対しては左投手左バッター、はいうん、左バッターが、まあ、昨日の広島打線もそうだったんですけど逆方向にそうですね、うん、ただ、うん、打たれたっていうわけでもなく、まあ、小園選手のタイムリーも、うん、ちょっと不運な当たりもあったんですけどただやっぱり、あのー、高橋麗投手はやっぱ奥行き 緩急140キロ近いアンダーからの別軌道のまっすぐ来たと思えばチェンジアップやるカーブなんかもね来ないっていうのがあるじゃないですかだからとにかく無理やりにでも逆方向を狙うっていうのが、まあ、打開策というかまあ昨日は徹底してましたよね、うん、広島打線がは,はいだからまあ広島がそうやってやってくるってことは他のチームもそうやってやってくるということ、うん、あとまあランナー出てからのええ圧死警戒も含めて、はい、まあ 高橋礼としてね、ここまでの開幕からの、まあ、素晴らしいピッチャー陣の功労者なんですけど、はい、ここでね、1回やっぱり落とすのは、僕はいいタイミングだと本当に思って、10日間でもリフレッシュして、あとまあ、その左バッター対策をしっかりしてきて、うん、交流戦、交流戦、今、10日後っとちょうど交流戦、はい、28日からソフトバンク戦のね。 ソフトバンク戦から行くのかどうかわかりませんけども、とにかくリフレッシュと、あと自分を見つめ直すのと、うん、そして左バッター対策をして戻ってくるという狙いがあると思います。まあ、高橋礼投手はも6人の中には必ず入ってきてほしい。はい、優勝するためには必ず必要なピッチャーなので、うん、このアンダースロー枠、戻ってきてくださいと,いと。まあ、意味合いとしては、うん、ペ監督のその 怒ったどうこうっていうよりもリフレッシュの意味合いが強いかなっていう感じですかね。ねうんまあ、表向きにはさそんなやっぱり3点取って4点取られる先発は褒められたもんじゃないし、うん、ましてこの開幕からさロースコアが続いてる打線が打線がって言われてる中で3点取ってよっしゃ行くぞみたいな、うん、今日は10点取るぞみたいな勢いの中で4点取られたらおっとどっとっとてなるわけじゃないバッター陣が。 で、1イニングで交代させて、うん、表向きにも、ちょっと厳しい言葉を言って、はい、ね。っていう、で、降格させると。その日に、はい、マスコミの前で言うと。なるほど。ね。じゃないですかね。うん。まあ、とにかく、いい10日間を過ごしてほしいなと。うん。思います。うん、秋広選手、5月上旬にね、昇格したばっかなんですよね。私、待望で。 ファームで見てたらフリーバッティングとかも、まあ、えんぐいし何がんで2軍にいるのかなと思うぐらいにただ、まあ、数字残せてなかったじゃないですか、はい、ファームででも、まあ、外国人選手じゃないけど1軍であのモチベーション高くやっていくタイプだと思うんで性格、うん、的に見てもねなのでもう期待してましたけど、えー、7試合で1 9の四打率2割1分1輪 まあ1日1本打ってるかな打たない日もあればって感じで、まあ、正直、えー、目立たたなかったですねまあ打線の起爆剤にはならなかったですね。うん、ならなかった、うんまあ、個人的にね個人的なこの、えー、秋野選手推しの僕からすると、はい、ちょっと毎日使ってほしかったなとあるけども、うん、まあまあまあそれはベンチの、ね、監督ヘッドコーチがどう見るかも違うんでしょうしねちょっと違うなと思ってるんだろうね。うん ただ、まあ、守備面、これはまあブランクがないじゃないですか、守備なんて。はい、そこでちょっともたもたしてるところは多少見られたので、うん、そこは印象い悪いなと。そうですね。うん、やっぱり、えー、開幕からさっきも言いましたけど、守って勝ってきたので、うん、守れないと余計目立つ。そうですね。うん、昨日もレフトからの返球が大きくそれたりなど。はいはいはい ちょっと素人目にもあれっていうようなところが何個かあったかなっていううんなのでねまあ秋野選手もやっぱり相手からすると打席に立たれるという脅威なんですよ、うん、やっぱ怖いとは聞きますよ、はい、当たればもう行っちゃうし、うん、まあ秋野選手に限っては10日間で帰ってこいとかそういう感じではないもう一回やり直してこいっていう厳しい感じで、うん えー、交流戦に持ってくるかどうか分かんないけども明宏選手はもうちょっとケツにね火をつけてやってもらわないと今年が終わっちゃうよっていうあのスポーツ報知の紙面でもゴジラ松井さんが、うん「明宏3番、はいうん、なんか面白いんじゃないかう打つような選手になってほしい」っていうふうにおっしゃってましたけど、はい、やっぱり誰もがこの素質っていうものは認めてるわけじゃないですか。そ,すそこに対ししてのもどかしさがやっぱり、うん 誰もがだって松井さんなんてこの短期間しか見てないわけでしょ、うん、その短期間でも分かるいや誰から見たらやっぱ構造材なんですよね、はい、それをやっぱり生かさないといけないし阿部監督の中でもやっぱり来年以降、はい、巨人軍を支えていく、うん、坂本丸岡本吉川直樹の次に。そうですね 来るのが秋野選手はその一人だと絶対に思ってるはずだから、うん、まあここからね鍛え直してるのか分からないですけどうん、うん、まあ何くその精神で行かないと、うんうん、居場所なくなっちゃうかなとそろそろお一人にね気をつけてもらいたいなっていうのが監督の願いかもしれない佐々木選手、えー、オープン戦からずっといい活躍していってそうですね,ね今年は一番センターで 定着するのかなとしてほしいなと、うん、ファンとしては。っていう願いがありながらも、うん、やっぱり、まあ、疲れも見える頃だと思うんだけども、うん、ここまで40試合で打率2割3分4厘、はい、ホームランゼロ、うん、最近10試合でいうと24の3と苦しんでました、はいうん、でこれもまあやっぱ他球団スコアラーの、まあ、いろいろと23球団の方と話した感じだとちょっとやっぱ攻め方があるよという感じはあるんですよ。 攻め方っていうのはまあそれはねここで言うと逆にこっちは巨人側だからあれだけど、うんうん、やっぱりこの独特なフォームで重心も低いじゃあどこで勝負するかピッチャーどこで勝負していくかどこでカウント稼ぐかっていうやっぱりもうデータが出始めてると、うん、なるほど、まあ、あの打席で崩されてのちょっと空振り三振なんかが目立つかなっていう気はしますけれども、うん、そのあたりやっぱり。 弱点をだからそれが弱点なのか、うんね、あの佐々木選手がもうその一軍の次から次と出てくる一級品のピッチャーね、はい、対してもう頭がこんがらがってきてるのかもしれないし、うん、今の、えー、バッティングが、まあ、実力じゃないのかもしれないしだからまあそこら辺も阿部監督が見越して、うんえー、高橋麗投手と一緒で。 ちょっと休んでこいとリフレッシュしてこいと、はい、放牧させようと、うん、でファームでちょっと試合出てもう一回自分の形を取り戻してこいっていうのが狙いだと思うんですよもちろん1年目の選手だから10日間で帰ってこいなんてことはないと思うんですけどもう一回早い上がってこいっていうのが、はいうね、しっかりファームで結果残して上がってこいよっていう、うん、だけど、まあ、開幕からスタメンに出たわけでしょ、うん、そんだけの逸材なわけですよ、うんうん それがここで終わるわけがないし、ね、首脳陣もそんな無責任なことはしないと思うんですよ。だめ、はいね、だからいらないなんて、うん、そんなことは絶対ないんで、はいまあ、秋広選手ともにもう一回、ね、見つめ直して上がってきてくれればいいのかなと。で、4人目の山瀬選手、はい、村田真一さんおすすめの、まあ、もちろん。 僕らもおすすめというか、はい、あの肩はね、見て,てすごいんですけど、方ねはい、その肩がね、ちょっとね、逆に今回はネックになったのかネックじゃないな。まあ、安倍監督曰く、イニング間で、まあ、ピッチャーが投球練習した最後にセカンド送球するんだけど、そこがワンバウンドしてセンター前に抜けたり、バーンっていったり、そこをちゃんとしろよと。過程をしっかり俺は見てるぞっていう安倍監督の中で、そこが雑だったと。 試合以外の部分ですね、うん、試合以前の問題というか、はいまあ、そういう雑さが、まあ、3番手キャッチャーに見られちゃうと、やっぱこれも式に関わってくるし、うんね、守ってる側も、あれ結構ね、セカンドショート嫌なんですよ、ま<ず>あんなもいちいち練習させていかれると、最後の最後ですもんね。<う>はい、なので、ここは甘やかすところではないので、氷、うんえー、選手、そして北選手が。はい 入れ替えると、うんうん、でピッチャーの方は馬場投手リリーフ、はい、上がってきます、はい、なので、えー、3人とりあえず昇格決まってるんで、うん、4と3もう一人誰か分かりません <laughs> 現状ではねまあ野手の誰か、はい、なのかなっていうそうですね、まあ明日も考えるんじゃないですか、うん、ヘルナンデス選手まだ早いでしょうと思うけどね分からん今こそティマ 早いでしょう。<laughs> 気持ちはあるんだけど、はい、早いでしょう。あともう一人、はい、え角、ー、脇選手。あのー、佐々木選手ともに、はい。1, 1、2番を張って欲しいタイプなんだけど、ね、まあ現状打率2割2分8人。最近6試合で言うと14の0。で、まあ17日の試合に、まあアフターホーチ出したんですけど、その日に、えー、松田で、ね、ちょっとイレギュラーしたのやつ、 悪送球とか、まあ、2エラーが記され、はい、まあ今のところ7エラーあんのかな、うん、らしくないで18日土曜日から遊撃のスタメンを外れましたとそうです、ね、なかなか思い切ったことするなと思っていろいろ調べてるとやっぱり今疲れてるっつってね、うん、疲れも見えてると、はい、でプラスもともとは守備からリズムを取っていくタイプなんだけども、うん、その守備もちょっと、えー、足が動いてない 足が動いてないからだと思うんですよね、そのなるほどエラーするのはね。はい、まあ、その疲れっていうところをちょっとリフレッシュさせ,させるために、スタメンから外してね、うん、まあ、出口選手に、えー、チャンスを与えたいっていうコメントもありましたけども、ただ、この角脇選手はショートで、今年はレギュラーで張っていかないと、はい、吉野部さんも言ってましたけども、そこが一番今年の怖いところだと。うん 門脇選手がもしダメでいなくなっちゃった時のことを考えると怖いなと<あ>、ね、キーマンの一人には挙げられてましたよねやっぱり門脇選手のが例えばね悪い変な言い方するけどいなくなっちゃった時にじゃあそのショート要のショートを誰が守るかっていうとやっぱり坂本選手を戻すしかなくなっちゃうそうなってくるとまたおかしなことになりますよね<う>じゃあ岡本選手をまた三塁にするのかとか<う>じゃあ一塁側とかになるわけですよね。 だからそれが一番怖いと吉伸さんは言ってたんですよ、うん、まあ怪我とかだったらしょうがないですよ、うん、もうね。それはもう出口選手とかにも埋めてもらうしかないんだけども今年の覚悟としては門脇選手をレギュラーでっていうのが第一条件であったわけだから、うん、そこはやっぱり、ね、まだ崩さないためにも、えー、この交流戦前の残り5試合も含めて分かんない、明日は出てくるかもしれないけども、うんまあ、リフレッシュとしてやるのかなと。うん だこの、えー、先週でもなんだかんだ2勝3敗なんですよ、はい、松田で3連敗したけどなんだかんだ2勝3敗で、うん、貯金はまだ2あるポジティブに言えばね2あるじゃあ松田での勝つにはどうすりゃいいんだっていうのは今後考えましょう、うんうん、今はとりあえず2勝3敗できて貯金は2位あって交流戦までは残り5試合なのでしかも、えー、チームとしてはもう5割でいければ いいかなぐらいいには考えてるっぽいので、うん、ならば、まあ、ここで例えば今週、えー、中日2試合で木曜日空いて、えー、甲子園で3試合あるんだけども、まあ、とりあえずね中日相手にホームで2個は取ってね、はい、鬼門甲子園で <laughs>、はい、まあちょっと負け越したとしても何とか1つ2つ、はい、交流戦までにはとりあえず 貯金1か0かで。はい。ね。かか。最低限。はい。ただ、条件としては、えー、角脇選手。そして高橋麗投手。うん、個人的には佐々木選手と秋広選手。ここは、えー、戻ってきてもらいたい。うん、なんとか自分を一回取り戻して。うん。で、交流戦に入っていこうと。なんでかっていうと、28日ソフトバンク戦なんですよ。これもセリーグにいない。 打撃のチームですよ、はいまあ、ピッチャーももちろんいいですよ、うん、ただ打撃は半端ないので、あのー、守り勝つなんて優しいこと言ってらんない、そうですね、うん、これからピッチャーだってどん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 疲れてくる、うん、わけだから、打ち勝つためにはこの、今週の5試合でなんとか形を整えたい、うん、降格した選手も体勢を整えたい、はい、ヘルナンデス選手もなんとか出てきてもらいたい。 と大城選手も待ってます本当そう本当にそう打たなきゃ勝てないこの5試合で整えよう、うん、どうこれ <laughs> いやそんなキラーワードみたいな顔 <laughs> 決まった,たい <laughs> はいそうですね、はい、整えて交流戦にいい形ではいいきましょうはいねだから勝とう勝とうなんてまず整えようどうも